質問というか、やはりこの皆様の長生きの秘訣、そこを聞いておきたいなと。私ももうあと数年経てば還暦なんで、還暦を過ぎてもこの愉快に生きれる術というものをちょっと教えていただきたいなっていうのは一つありますね。俺は我慢しないことが一番、努力、根性、忍耐、我慢、嫌いなんだよこの言葉。根底ひっくり返しちゃってんじゃん。それいや本当そうなの。だから本当にお医者さんからさ、酒もタバコも、これやめなきゃなんですかって言ったら、いや、やめたら死んじゃうでしょって言われて、あ、いいこと言う先生だな、我慢、我慢が一番体に良くないって言われて、うんうんうんですね、確かにそうです、タバコ吸いたいのに我慢してイライラして、俺と同じタバコやめたやつ、もう5人ぐらい死んじゃったもん。いや、本当にそうですよね、うんうん、もうだ、そういうね、我慢が一番良くない、確かに、ね、ストレスが一番、ストレスだった、人間の体も、ね、本当そうね、ストレスが一番縮めるっていうふうに俺は聞いた、まあ、自分でも分かった、いいね、もうそう、全然もうしてないもん、我慢。ありがとう、いいことですね。あの、田中さんはどんな感じですか。もう還暦過ぎて、年下がどん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 なんか結構亡くなったの、はい、で、それまでいろんなことをちょっと気にしながらしてたんだけど、もうねえ、だって自分に下が死んでいくわけだから、あ、そうだ、だから岩ちゃんと一緒で、もう我慢しないです、うん、もうやりたいことをやる、そうですね、うん、で好きに生きる、うん、そうです、それはだからもう女の人もね、不明、うん、そっちですか、不明、それも不明、ゆり子ちゃんゆり子ちゃんそうだから、はい、もうそういう恋愛とかね、はい、うん、そういうのも、もう考えない、いろんなこと、難しいこと、うん、もうやっぱりそこも基本かなと思って、うん、そういう気持ちがなくなったらもう終わりだろうと、そうそう、確かにね。でも実際ほら、家庭を持ってお孫さんとかいらっしゃると、うん、もう常に我慢をしなきゃいけない環境下にいる人って多々なんですよね、うん、そうだね。でも昔やんちゃしてたがゆえに、その環境から唯一逃れて、こういう愉快な集団たちとみんなできるっていうのが、うん、本当ストレス発散になるのかな。その通り。そこでこう素敵なみんな仲間と今ね、こうにしてるでしょ。これがもう一番の活力というか、ね、いやもう私なんかもう田中さんしかり、うん、いや岩崎さん、海老沢さんたち時を経てね、うん、もう当時憧れの神の、もう雲の上の神様的存在の方と、今田中さんなんかお酒飲んでるの、私もせっかく何杯も飲みながら偉そうに語ってそれを相手にしてくれるっていうだけでも本当もうありがたいし、それを受け入れられるって、うん、受け入れてくれてるっていうことも、ものすごいやっぱありがたい、貴重だし、うん、皆さん、やりきりましょう、無料の世界をちゃんとやりきれば、還暦超えると、こんな素敵な世界が待って、うん、もう皆さん、ね、アドバイスが我慢するなって、還暦過ぎたらね、周りからもう我慢なんかしちゃいけないよっていうね、うん、受け入れられるっていう、まあ、いくつになってもさ、うん、そうこの不良のね、はいはい、気持ちはもう常に持ってないですね、持ってないとね、いや本当ですね、うん、やっぱ当時得た生き様的なものが今肥やしになって、そう、うん、しかも還暦過ぎると愉快に語れる、そして昔やってたことが普通っていう、うん、普通じゃあ海老沢さんどうですか。だからよく人の先輩だ、でもそれ以上にやっぱ江戸かな、江戸も大事ですよ、そうよね、江戸も大事じゃないよ、江戸沢賢治だから、江戸沢賢治だから、本音を言ってくれたら賢治、はい、もう、うん、でもそこ大事、そこすっごい大事、大事だね、大事ですよね、うん、やっぱ男子たるもの、うん、やっぱ常に、ね、異性を意識できるって、これが一番自分の中のカンフル剤的な、ね、絶対そうですよ、絶対間違いない。でやっぱりそう意識してると、自分の身なりとか、例えばね、はい、あ、ちゃんとしておかなきゃなとかね、うん、やっぱりそういうふうに思うでしょ。これ何も気にしないでさ、うん、汚いおっさんになってたらさ、無理無理ね、これは無理だもん ね本当そうだ、ね、あとはペシャレオツな部分はね、国防の連帯ですね、あとは。いや確かにそうですね私そこはそれはものすごく国防は守る、日本にいるからには、うん、
いろんな海外の方も日本に来てもいいと思うんですよ。でも日本に来たからにはやっぱ日本にはやっぱルールがあるんで、しきたりがあるんで、そこだけは守れとは言わないですよ、意識はしてもらいたい、何やってもいいと思うんですよ。いや守らせよう、もっと取り締まってくんないや、もうさっさと日本で。それはあるね、ねえ、やっぱりあまりにひどいとさ、それはね、取り締まらないと。川口なんかひどいですよ、なんか。つい先日もやっぱちょっと某とこでちょっと落書きしたりっていういろんな問題あったけど、まあちょっとね、あれをチンクやろうもね、あれはちょっとね、お前舐めてんだろうと。本当あれだな、あれ大舐めだよね、大舐め。しかも日本のマスコミが取材して、いやあんなのはねもう一回やってやるよなんてこう、インタビュー取ってる、お前は日本に対しての感情ないの、本当に居場所見つけた時点で、もうそこでさ、どつくよな。そう、そこ共有しろと。俺、もう、いや、本当だ。いや、でも、本当に、簡単に大見さんに言ったらね、あれはちょっとやっちゃうんですよ。ねえ、いや、本当に。例えば、あの落書きも、例えば日本人がよそ行って、そういう、そこの国のね、やったら、大事件、大事件っていうか、もう帰ってこれない、帰ってこれない、ね、そのままだから、そういう面では日本は舐められてるよね。ていうか、俺ね、考えられないのが、ああいう落書きをされながら、された後に、警察官一人で見たら、立たしときゃいいんだから、そう、ね、また僕がやってください、紹介したもんね。こういうのあったから許さませんって警察官を一人立たしておけばいいのに、警備員つけたらしいね、今度からね。いや警備員っていうか、もうちょい上位交換、もっとね、そうだよね、もっとだって逮捕だよ、逮捕権がある、詰め所作ってね、そうそうそう、ね、全員に対してね、いや本当許せないね、許せない、あれはちょっとダメですね。最初のやつでやったから真似したじゃん、これは、今度10代だろ、もう本当にムカつくような、香港に行くって舐めてますね、なんていうの、昔の俺だって、ケンチと俺だったらな、香港まで行って、もう、北海道って。じゃあ、国体に対して、ご一緒に話しましょう。いやですね、国体ね。さっきの国防ってのは、欲望って聞こえちゃって、俺も。あっ、俺も欲望の話だから。そう、欲望の話。欲望、それもいい、でもね、いいけどね。あ、じゃあ、今日、本当。皆さんね、お楽しみに、ありがとうございました、本当ありがとうございました。よろしく、どうもありがとうございました。いや、全然、私ごときのね、こちらの人間が、あの、皆様、ちょっと話がね、面白い。そう、いろいろ語られない、やっぱり、ありがとうございます。すごい、ね、ジャーナリストだよ。いやいやいや、そういう観点から喋ってるから、俺たちもすごい、また勉強だったし。いや、もう、本当、本当。私から、一言最後に言わせてもらいますと、やっぱり今日ね、私ごときの小粒な人間とお手合わせをしていただいて本当に非常にありがとうございます。一つ私からの強いお願いあります。長生きだけしてください。ありがとうございます。本当でございます。私がこの先長生きするための糧って言ったら失礼ですけど、いわば諸先輩方が いつまでも元気に愉快でくだらない雑談をしていただけてるだけで、私はそれを肥やしで長生きをできる自信が持てます。そのためにも皆様長生きしてください。そして並びにこのチャンネルを見てるかつてやんちゃをなされてた諸先輩方、一日でも多く長生きだけ心がかけてください。私流に言うと健康管理はしないでください。その代わり死なない努力だけはしてください。よろしくお願いします。素晴らしい、素晴らしい、もう本当ね、あります。リーさん、この締めのいつもの、あ、俺、俺のいつものちょっとじゃあ今日いいお話をね、本当に聞かせていただいて、もう最高でした。楽しい時間でした、また機会がありましたら、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします、はい、お願いします。これあれはやんないの、あのエビゲンチャンネルの親父ホストはやらないの、やらないのという要望も来てるんで、そうそう、本庄社長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。楽しい時間はあっという間に過ぎました。まあいつもの恒例の、これのじゃあオス3本締めでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、オス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 。
おっす、おっす、おっす。これちょっと、みんなズレがいい。ああ、これですね。揃ったことがないですね。揃ったことがない。一回も。いえいえ。